株式会社北国銀行は石川県金沢市に本店を置く地方銀行。キャッチコピーは以前はやってく、北国が採用されていたが現在は展開していない。2001年に石川銀行が経営破綻してからは石川県内に本店を置く唯一の地方銀行である。現在県及び金沢市をはじめとする県内の 各自治体の指定金融機関を自宅している。店舗には、明治及び大正時代に建築された武蔵が、辻支店やレンガ作りの倉庫をリノベーションした、西川中央支店などが、現役の営業店として活用されている。2014年11月25日、本店を金沢市広岡へ、新築移転し、金沢中央支店を本店営業部へ、ブランチインブランチ化した。 旧本店跡地は売却され、ホテルとマンションが建設される。石川県を中心に北陸三県に店舗を展開しており、北陸銀行などと競合関係にある。その他、愛知県名古屋市、大阪府大阪市、東京都中央区にも支店を置いている。詳細は公式サイトの店舗一覧を参照。同行 ATM では FIT ネット ATM による 福井銀行、富山第一銀行のキャッシュカードの入出金、及び石川マイネットによる JA バンク石川のキャッシュカードの出金については、自己扱いとなる。法人カードによる提携利用は、北国銀行と福井銀行の相互間のみになる。2005年7月19日からは E ネットによるコンビニ ATM サービスを開始しており、 石川県内をはじめとする北陸地方を中心に全国の E ネット ATM からでも同行のサービスと同様にカード入出金が可能となった2007年1月29日よりセブン銀行と提携してコンビニ ATM サービスを開始している2010年10月28日ローソン ATM ネットワークスと提携を開始した今回の提携により これまで北陸銀行によって設置されていた石川、富山両県内において展開店舗、台数の少なかったローソン ATM が北国銀行の管理によって一部店舗を除き、ほぼ全ての店舗において設置されることになった。2007年11月12日よりイオン銀行と提携して ATM サービスを実施しているが、法人カードは対象外。 北国銀行の個人、法人カードでは、ゆうちょ銀行 ATM でのカード入金は無料だが、出金は有料。ゆうちょ銀行のカードでの利用は、入出金ともに有料。コールセンター及び、CRM など周辺システムに関しては、千葉銀行や、第四銀行などとともに、翼プロジェクトを蘇生し、開発に当たってきた。2014年11月の本店移転に先立ち、 前年11月から Windows タブレットの導入を開始した。最終的には契約社員なども含めた全従業員2300人にマイクロソフトの Surface Pro を配布する。またこれと同時にマイクロソフトのコミュニケーションシステム、Link も導入。社内の電話システムを Link ベースに置き換える予定である。従来は日本 IBM 製メインフレームによる 感情系システムを稼働させていたが、2015年1月5日、日本ユニシス製オープン感情系パッケージである、バンクビジアンへ移行した。また、国際感情系システムも同社製である、オペネアークを導入する。日本ユニシスによる、次世代営業店システム、バンク FITNE を採用している。北国銀行が地盤とする石川県は、加賀国、 能登国と二つの両政国からなる。元東取に対しては無罪判決が確定。ありがとうございます。